コスタネラセンタートーレには、グラントーレ・サンティアゴとしても知られ、チリ、サンティアゴにある64階建ての超高層ビルである。旧称トーレ・グラン・コスタネラ。南アメリカで最も高く、南半球では、オーストラリアの旧位置に次いで2番目に高い、建築物である。また、使用されている階数も南半球で2番目に多い。アルゼンチンの建築家、シーザー・ペリが設計した。 グラントーレ・サンティアゴは、南アメリカ最大のショッピングモールや2つのホテル、他に2棟のオフィスタワーのある複合施設、コスタネラセンターの一部である。グラントーレ・サンティアゴは高さ300メートルで、地上64階地下6階建てである。各階の高さは4.1メートル、床面積は107.125平方メートル。タワーは47000平方メートルの土地の上に、 利用可能な70万平方メートル近くのスペースを生み出しており、毎日24万の人々が出入りしていると推定されている。設計はアルゼンチンの建築家シーザー・ペリによるものである。また、チリの建築家団体やリンパート・バレーダエイソ・シャドスやカナダのワット・インターナショナルも参加した。構造エンジニアはチリの会社ルネラゴス・ワイ・エイソ・シャドス・イングによるシベルズルだ。 サルファコープは建設の責任者となっている。建物の建設は2006年6月に始まり、2010年の完成が予定されていたが、世界金融危機の影響で2009年1月に一旦中止された。その後2009年12月17日に再開し、2013年開業予定となった。2010年11月上旬、高さ205メートルに達し、 隣のティタニウムラ・ポルタダを抜いて、チリで最も高い建築物となった。2011年2月、ラ・セグンダ氏が報じたところによると、高さ226メートルとなり、カラカスのパルケセントラルにあるツインタワーを抜いて、南米でも最高となった。一方、ラ・テルセーラが2012年2月に報じた記事によると、これを達成したのは2011年4月12日となっている。 2011年7月にタワーの構造の建設作業が完了し、2012年2月14日には最高地点300メートルまで達した。In 2013, The Tower was completed.2015 年8月11日、展望デッキ、スカイ、コスタネラが一般に向けてオープンし、61階と62階から360度のサンティアゴの眺望を楽しめるようになった。 ありがとうございます。